ベータセクレターゼ1は、ベータ、サイトアミロイドプリカーサープロテインクリービングエンザイム1、ベータサイト APP、クリービングエンザイム1、メンブレン、アソシエーテッドアスパルティークプロテアーゼ2、ママプシンマイナス2、アスパルチルプロテアーゼ2、アスプ2といった名称でも知られる酵素で、人では、ベース1遺伝子にコードされている。ベース1は、末梢神経細胞におけるミエリン症の形成に、 重要なアスパラギン酸プロテアーゼある。膜貫通タンパク質で、細胞外ドメインの活性部位には2つの、アスパラギン酸残器が含まれる。二両体として機能する、可能性がある。アミロイド線具体タンパク質の、プロセッシングアルツハイマー病患者の脳で凝集する、40、または42アミノ酸腸のアミロイドベータペプチドの、生成には、 アミロイド線具体タンパク質の二眼階の切断が必要である。ベース1による APP の細胞外領域の切断は、可用性の細胞外断片と細胞膜に結合した C99 と呼ばれる断片を作り出す。ガンマセクレターゼによる C99 の膜貫通ドメインの切断によって APP の細胞内ドメインが有利すると,とともに、アミロイド β を産生される。 ガンマセクレターゼは、ベース1よりも、細胞膜の近くを切断するため、ガンマセクレターゼによって、アミロイド β の断片が切り出されるのである。最初に、ベース1ではなくアルファセクレターゼによって、APP が切断されることで、最終的なアミロイド β の生成が防がれる。家族性アルツハイマー病は、疾患の稀な形態で早期の発症を引き起こすが、 APP やガンマセクレターゼに重要なプレセニリンとは異なり、ベース1をコードする遺伝子に家族性アルツハイマー病の原因となる変異は知られていない。しかし、この構素のレベルは一般的な発症の遅い後発性、アルツハイマー病において上昇していることが示されている。APP の一残機の変異によって、ベース1が切断を行って、 アミロイド β を産生する能力が低下し、アルツハイマー病や他の認知機能低下のリスクが低下する。この酵素をブロックする薬剤は、理論上、アミロイド β の形成を防ぎ、アルツハイマー病の進行を遅くするか止める、可能性がある。いくつかの製薬会社で開発の初期段階にあり、治療薬としての可能性が試験されている。2008年の3月には、 コメンティス社の候補役 CTS-21166 の大相性試験の結果が報告された。2012年4月にメルクカンパニーは候補役ベルベセスタットの大相性試験の結果を報告した。メルクは MK-8931 第2、3相試験を2012年12月に開始し、2019年7月に完了する予定である。 2017年2月メルクは、軽度から中旅のアルツハイマー病患者に対するベルベセスタットの後期の知見を、専門家、第三者委員会による走行性が事実上ないという報告を受けて中止した。その3ヶ月前、イーライ・リリーカンパニーは、ソラネズマブの失敗を発表していた。 初期のアルツハイマー病患者に対するベルベセスタットの治験の結果は2019年2月に報告される予定である。2014年9月、アストラゼネカとイーライリリーはラナベセスタットの共同開発の合意を発表した。ラナベセスタットの第2-3症試験は2014年後半に開始されたが、乏しい結果のため2018年に予定よりも早く中止された。 他のベース1阻害剤で、第通称試験に到達しているのは、イーライリリーの阻害剤、D2886,721 である。第愛称試験のデータは2012年のアルツハイマー病協会国際会議で発表された。2週間の毎日投与で、ベース1の活性は50-75%低下し、脳脊髄液の Aβ42 は72%減少した。 2013年リー2 8 8 6 7 2 1の大通称試験は45人の患者のうち4人で肝臓の異常が見られたため終了したことが報告された。しかし肝臓でベース1をノックアウトしたマウスは正常であることからこの毒性は阻害剤の作用機構とは関係なくオフターゲット効果である可能性がある。マウスでの実験によってベースプロテアーゼ 特にベース1は、筋防水の適切な機能に必要であることが示唆されている。これらの結果は、アルツハイマー病の治療として、現在精査されているベース1阻害薬には、運動調節の異常と関連した重大な副作用がある可能性を示している。一方で、ベース1をノックアウトしたマウスは健康である。将来的なコーマラリア剤の標的である。 病原性アスパラギン酸プロテアーゼプラスメプシンとベース1は当炎の関係にある。ありがとうございます。